眼科医の平松です。今日は失明と社会的失明、何が違うのっていうことについてお話ししようと思います。いただいた質問です。また別の動画で社会的失明について触れられてました。私の場合、重度の視野で、MD 値がマイナス26、一般に MD 値が25ぐらいになると社会的失明っていうのだと聞いておりますが、30度の視野検査ではまだそこまでじゃないからっていうふうにおっしゃってましたと。社会的失明の定義について、一応重度じゃなくてやっぱりおっしゃるように30度の視野で社会的失明っていうのは定義づけることの方が多いです。ただし社会的失明って実は正確な定義がないんです。つまり失明に関しては、両方の目が全く見えなくなること、これは失明ですね。で、2段階目の社会的失明とも言わないけど、いわゆる中途失明とかっていうのは、これは身体障害者認定に当てはまるような視力低下になる場合、つまり例えば極端な話、右が完全に失明してても左が見える場合って、いわゆる中途失明の身体障害者認定に当てはまらなかったりするわけなので、この場合って社会的失明になっちゃないんですよ。片目だけ社会的失明じゃないって言われるかもしれないんだけど、中途失明とかこっちの定義には当てはまらない。社会的失明は、いわゆるよく言うのは矯正視力、メガネをかけた視力が 0.1 以下ですね。0.1 未満という方がいいかもしれないですけど、ぐらいが社会的失明じゃないかなっていうふうにも言われてる。だから具体的に言うとあんまり定義ないんですよ。だから社会的失明かって言われると、一応そう言ってもいいけどっていう感じのが社会的失明という定義だと思っていただければと思います。こんな感じで疑問質問答えていくんで、チャンネル登録ベルマーク押しといていただければ幸いです。よろしくお願いします。